ナリーグパドレス、ブレイブス、2024年5月19日アトランタ。日米通算200勝に王手をかけているパドレスのダルビッシュ有投手、37が19日。日本時間20日、敵地トゥルーイストパークでのブレーブス戦に先発。7回にアンダム失点と高投し、勝利投手の権利を手にした。本来は18日、同19日。 の同戦に先発予定だったが、右天中止となりスライド先発。それでもベテランらしく影響を感じさせず、立ち上がりは西から3番。オズナに三塁線を破る二塁打を許したが、オルソンをナックルカーブで三玉三振に仕留めた。二回も先頭アルシアに内野安打を許したが、続くハリスを3ゴロ併殺。 ナックルカーブを折り混ぜ緩急をうまく駆使し3回以降は相手打線を無安打に封じ、今季最多9三振を奪った。8回からは2番手、モレホンがマウンドへ。ダルビッシュは7回99球でお役ご面となった。これで4月14日、同15日のドジャース戦の5回から25イニング連続無失点となり、 レンジャーズ時代の2013年にマークした18回を抜き、メジャー自己最長となった。打線も初回にクロネンワースの8号ツーランなどで3点を先制すると、4回にはタティス・プロファーの連続的時2塁打などで4点を加え、相手先発エルダーを KO。5回までに8点を奪い、強力援護した。ダルビッシュは今季ここまで8試合で3勝1敗。 防御率2.43。前回12日のドジャース戦は大谷翔平が欠場するも5回西まで完全投球を見せ、7回にアンダム失点で勝利投手となり3連勝と好調を維持。前回登板後には、なるべく早く、200勝を達成して気が楽になりたいと語った。過去に日米通算200勝を達成しているのは元ドジャースの野茂秀夫。 日本78勝、米国123勝イコール計201勝、ともとドジャースの黒田博樹、日本124勝、米国79勝イコール計203勝、の二人だけ。